この人をですね、まあ、連れ歩いたっていうところを言うと、もう今から十数年前なんですかね、これフィリピンのとあるハンバーガー屋のハッピーミールでついてたおまけなんですね。これはサンプルで僕の机の上に何十個も山のようにドワーッと載せられてですね、これがもういっぱいあるわけですよ、僕の机の上に。うわどうしようこれと思ってじゃあ当時ちょうどツイッターが十数年前立ち上がってみんながやじまったんで、じゃあツイッターのアイコンでこの子を、まあ、僕の代わりにこう出しておけばまあこれを見ればまあ、あ小野が来たのかなとか、あこれが 見えればあカプコンが今何をしてるのかなっていう、こうアイコンになるのかなと思って、これをこう十数年前に持ち歩くようになったのが、こう僕と彼の付き合いの始まりですと。その十数年前に山のようにあったブランカもですね、今や僕の手元にあるのは3体しかありません違います、もう忘れてただけですだからちゃんと中の飛行機の冊子を見て、あ今日の映画何見ようかなといった時にこれをその中にポイッと入れてでそのまま降りちゃったりとかしてるので本当にもう今それが絶対なくしちゃダメなので、もう今お尻がこんなになるぐらいまで使って丁寧に今持ち歩いていってますとただこの10年も以上もこれを持ち歩くとですね、もう非常にみんなこれと一緒に写真を撮るっていうことが非常に皆さん喜んでくれるんですけども、僕はフランスにパリゲームウィークスに3年前の時に家に忘れてきたんですよ。これもうその時のパリゲームウィークスに来たストリートファイターファンの皆さんが僕のサインをもらった挙句に持ってくるの忘れたって言った時のおーっていうあの顔はもう忘れられないのでちょっとやっぱり忘れられないな、これはもう絶対に持ち歩かなきゃいけないなっていうのはすごく今も思ってます。まあ、その時同時にカプコン UK のトップと、あとカプコンフランスのマネージャー PR マネージャーからもこっぴどく怒られたので、何のためにあなた呼んでると思ってんのって言って、いや俺が来たらいいんじゃないのって言って、ブランカ忘れたらどういうことですかって言ってすごい怒られたので、余計に反省していつも持ってきてます将来に、まあ、ブランカのなんか小野さんのスキン、なんか ブランカのための小野さんスキンをストリートファイターのゲームに、じゃあもうすぐ早速それウルトラストリートファイター2ザ・ファイナルチャレンジャー2で採用しますと。If you like this video, why not check out our very own Gav Murphy attempting to talk in Japanese to Yoshinori Ono. Maybe I'm just really good at Japanese and I didn't even know.